はい、どうもー、はい、楽しみしごの時間ですよ。ということで出来上がりました。いや、今日のはいいよ。今日のはいいよ。はい、どうでしょうか。やっぱちょっと話したんだけどな、まだ明るいのかな。まだ明るいのかな。どうですか、いい感じでしょ、これ。最高じゃないの。塩、ネギ塩レモン、牛肉、ネギ塩レモン炒めっていう風になるんでしょうか。これは、ピーマン、ミンジヌ、しめじで業務所、あ、持ってきとけよかった。瓶、まあ、作ってる方の動画もぜひよろしくお願いします。そっちに出てますんで、あの業務スーパーのネギ塩のやつです。レモン買ってくるの忘れたんで、こっち入れます。今日の炭酸はギンギンですよ。今日の炭酸はギンギンですよ。ちょっと混ざってちょうだいね。あー、いいね。はい、いきますよ。なみなみになりすぎました。なしゃだったいやい、乾杯乾杯乾杯、いただきます。混ざってちょうだい。ごめんなさい、行儀悪くて、行儀悪くてごめんなさい。くる、くる、改めましていただきます。くる、くるなこれ。はい、氷、いい香りです。最高だ。いや、最高。うん、あ、もう映ってる。このちょっとの時間で味が映ってます。素晴らしい。うん、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。美味しいな、レモン。レモンじゃない。レモンじゃない、トマト。トマト、トマトにも映ってる。トマトにも。なんてこったい。最高だね、爽やかだな、爽やか。あの業務スーパーの一回ふわまいで卵かけご飯で食べたやつですよ。変なことになりました、ごめんなさい。非常に、ちょっと入れすぎたかなと思ったけど、まあ、まだこの本体食べてないから分からんけどね。この、映ってきた味の感じだけで言うとベスト、ベストです。もう間違いないですよ。野菜から食べてるわ。もうこれで健康間違いなし。ミスター健康木島ですか。さあ行きましょうか。いや、思ってたよりも大盛りになっちゃったんだよな。はい、もう一回どうぞ、ゆっくり。
うん、これ100点じゃないの。100点すごいわ、すごい。あの瓶のやつもう今取ってこないですから、作ってる方の動画よろしくお願いします。一度焼肉でも使ったね、肉焼いてそれつけて。素晴らしいわ。うん、それプラス塩コショウしか使ってません。これウェイパーもオイスターソースも何も使ってない。うん、これは米とも合うし、つまみというかそういうのでもいいわこれ。非常に優秀で、牛肉もこれ焼肉の牛肉をスライドしたやつですけど、ちゃんとちゃんとっていうことでもないけど、1枚のまんま使わないで切ってね、作ってるこの動画ぜひよろしくお願いします。大きさをある程度揃えたんですよ。また他の具材とあまりにもバラバラにならないように。うん、ああいい仕事した、いい仕事しました。これでブルーハーツのあの青空じゃないけど、あれどこの部分だ、ん、確か青空だったと思います。え、どの歌詞のこと言うとしたんだ。まあいいや、青空じゃないけど、今日のねちょっと悲しかった出来事忘れられそうですよ。いやね、今日ね、あの買い物に行った、買い物にで歩いておったんです。そしたら桜がちょうどいい感じの葉桜になっておって、僕は桜もう満開も好きですけど、葉桜の時期が好きで、公園でね、あーいい桜だなと思ってピコってで動画を撮ったんですね。で通路がこれの 1.5 倍ぐらいの通路です。通路っていうか通り道、そこの端っこに寄って端っこに寄って、ああ強いねあんた、もちろん邪魔にならないようにね、端っこの方に寄ってこうやってピーって撮ったんですね。そしたら子供たちがわっしゃわっしゃ楽しそうに走り回ってて、うわー待て待てっつって、 4,5 人顔は見てないですけど、バーってここ横を走り抜けていったんですよ。ちゃんと開けてますから、もちろんそれ考えてますから、それ誰か通った時邪魔にならないようにと思って開けてるんだ。 4,5 人わーなんとかかんとかっつって走ってって、一番最後に小学校だいたい3年生4年生ぐらいの女の子でしょうね、女の子、まあだから最近はね見た目だけで男とか女とかそんなこと言っちゃいけないみたいな、それ言っただけでなんじゃかんじゃっつうふうなおかしなことになっちゃう世の中ですから、もうあれですけど、まあきっと女の子だろうなというような、小学校3年生4年生ぐらいだろうなと、わかんないですよ、中学生かもしんないよそんなね、小学1年生ぐらいの子供たちと一緒に遊んでる中学生かもしれない、まあ、分かんないですけど、まあ、そういう子供らしき大人かもしれないよ。もう本当にややこしい世の中だ、ややこしい世の中で、もう何も喋れんくなるぞこりゃ。まあいいよ、その女の子らしき子が走ってきて、
早く取れよクソじじいっつったんですよ。僕にですよ、僕に。うわーって走ってきて、一番最後に走ってきたここが3、4年生ぐらいの女の子が、早く取れよクソじじいって言ったんです僕に。でそれでもう僕はすっごい悲しくなった、すごい悲しくなった。もちろん言われたことも悲しいですよ、言われたことも悲しい、言われたことも悲しかったんだけど、それよりもきっとこの子ってうちでお父さんお母さんにおいちゃんとしろクソつ、汚せんじゃねえよクソがっていうふうにお父さんお母さんに言われてんだろうなと思って。学校で先生があんま言わないでしょ、周りの友達がみんなそういう友達の可能性もある、確かに。でも一番はまだあんぐらいの年だったら、多分家でお父さんお母さんがやれっつってんだろクソ、クソ野郎とかバカ野郎っつって、そういうふうに毎日言われて、毎日言われてるっていうか、勉強しろっつってんだろとかさ、なんかバカ野郎クソ野郎っつって言われてんだろうなと思って。できっとこの子も大人になって子供を育てるとき、育てていくじゃない、僕みたいにおかしいパンジルでね、おかしくていつまでたってもいくつになっても結婚しない、なんちゃら感じだってみんなに言われるような、お前なんか結婚できるわけねえだろうってみんなに言われるような、そういうまともじゃない人間はあれですけど、一般的に皆さん、まあ、結婚してもしなくても、まあいろんなね、今の時代はいろんなのがあるから、もうややこしいな、子供を育てる未婚の父未婚の母っていうのはもういくらでもあるわけで、事実婚っていうのもあるわけで、そういうこと。そしたら子供にまたこのバカ野郎この野郎こらやっつってやって、その子供もまたってなっていくんだろうなって思ったら、あーすっげー綺麗だな桜、あーいいなーと思って撮ったんだけど、もう切るほんの手前、そんな30分も40分もやらない、1分過ぎたらもう切ろうと思ってるから、1分過ぎて切ろうかなって言った時で、早く撮れよクソじじいで、なんか急にすっごいはぁと思って笑ったけど、その後はぁと思った、ちょっと悲しかった、っていう話です。でも食べてたら美味しいもんで、そんなの忘れちゃう、うん、その子が大好きになった人が口の利き方やめてって言ったら一気に変わる可能性もあるけどね、それはそれやめて、男の顔は女が作る、女の顔は男が作るって言ったりしますからね、これもまた難しいですよ、男と女って分け方だけするんじゃねえってまた来るの？ああめんどくさ、話してる言葉の上っ面だけで今なんじゃかんじゃややこしくなる時代ですからね、牛の油最高です。
ずっとブルーハーツの歌詞のことを思い出そうでしょ。昨日までの悲しいこと忘れてしまうようなみたいな感じ。忘れてしまう、あ、そうだ、忘れてしまう、帰り、あ、帰り道に、そうだ、昨日までに見た悲しい場面だ、悲しい場面忘れてしまうよ、パンパンパン、青空じゃないわあ、青空じゃないのこれ、パン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 と弾けるとあれ何ちゅう曲だこれ。あれ人参餅、まあ歌詞だけ思い出したからいいか、よしとしましょう。たくさん入ってる方がやっぱお買い得だから、今までドカンと大容量パックとかを買ってくる機会が多くて、バンバンスライドしましたけど、これからはでもちょっと考えよう、多少高くても高くなってもか、なるべく少量の、いや少量のってことじゃないけど、1回分のなるべくですよ。でも1回分って難しいかな。配分って難しいのよ。この正直この野菜たちも今回これボリュームねこんなにたっぷりするつもりじゃなかったの。でも人参も切ったらこんぐらいになる。しめじも半分ってわけにはいかない。ピーマンだってそうだ。そうやってるうちにこう重りなんだ、重りに。まあいいけどね、
やっと炭酸ちょっと抜けてきた。それでも、ああ、惜しかった。どこでも夜の T シャツです。とっても可愛いです。業務スーパーのネギ塩レモン系の、もうさっぱりだったな、これ。素晴らしかった。あの瓶のやつ使った味付けの、もうそれに塩コショウしかやって、牛肉さっぱり炒めみたいなやつ、ネギもたっぷり、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。乾杯。